はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。エディティブログです。今日は視聴者におすすめされたお店に行きたいと思います。ベトコンラーメンという名古屋発祥のラーメンを食べに行きます。ベトコンってどういう意味なの？ベストコンディションラーメン。あー、そう、すごい名前だよね。ベストコンディションって何？いかにも美味しそうないや、わかんない、美味しいかどうか行ったことないから、聞いたことなかったので、私たちは今からチェックしたいと思います。今は名古屋駅の1個次の駅の伏見駅に来てます。伏見といったら名古屋でいうと繁華街で居酒屋とかいろいろあります。地下鉄伏見駅を出て5番出口ですね。はい、ここから歩いて数分、ここだと思うよ。この2人入ってる、ベトコンラーメン、あ、書いてある、ベトコンラーメン新京。はい、行きましょう。いい感じの居酒屋って感じだ。あ、めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いする。ガーリックの匂いする、ね、これがベトコンラーメンの匂いか。ああ、多分そうだね。はい、うわ、めっちゃいい匂いする。じゃあ、席に座ったから、今からメニューを見ますか。新京っていうお店です。ああ、そうだね、私はなんかベトコンラーメンは名前だと思ってた、お店の。でも違う、新京というお店で名物はベトコンラーメンということだね。じゃあ見てみましょう。新京名物ゲソから。ゲソから、ゲソって分かりますか？ゲソって何だったっけ？分かんない、教えて。イカです。あー、え、ゲソって何？足？イカの足かな。ゲソっていうのが足なの？言葉は何？意味は分かんない、ちっちゃい時からゲソって言ってるから。もう日本人に聞かない方がいいってことだね。はい、次のページは、あ、そう、ベトコンラーメンだね。ここにベトコンラーメンあります。あ、新京発祥って書いてある。ベトコンラーメンがこのお店の名物でしょ。そういうこと。まあ後でそれを食べますね。でもまずは、あ、そうそうそう、そんな感じ、こんな感じがいい。あ、これだよ、これじゃなくてこれだよ。え、俺これ食べたい。じゃあレナこれ食べる。ああ。ああ。雲南ロー、ニンニクと生姜のピリ辛ソースをかけた一品。な、何語？多分中国語じゃない？雲南ロー。わかんない。じゃあこれとこれとこれと、あ、なんかチャーハンとかライスとか。だから中華系だね。全般的にメニューが。そういうことだね。注文しましょう。注文しましょうか。はい、あ、すいません。梅酒のソーダ割り。梅酒ソーダ割りを2つ。あ、生台がある。大ジョッキの生。雲南ロー1つと。雲南ロー2つ。ニラ玉1つ。ニラ玉1つ。来ました社長。梅酒のソーダ割りと生台。これサイズを比べて、もう子供と親。乾杯。乾杯。うんま。今日は何？うんま、キリン。タカはちなみに何のビールが一番好きなの？難しい質問。難しい質問だね。あと？一杯二杯だけ飲むんだったら、恵比寿とかプレモル、ちょっと味の濃いやつ。でグビグビいっぱい行くんだったら、朝日のスーパードライか札幌の黒鍋。でキリンもうまいけどね。じゃあとりあえず何のビールでもいいよということ。そうそう、何でも飲める。何でも美味しい。皆さんどうですか、何のビールの銘柄が好きですか。好み分かれるからね。あ、そう、そんな違う。全然違う。日本のビール全部一緒だと思うよ。ベースは麦ベースで一緒だけど、あの麦の香りが強いっていうでしょ。でもなんかフレーバーが強いやつとさっぱり、ちょっとサラサラしてるやつと全然違う。皆さんの好みのビールをコメント欄で教えてください。あ、わ、すごっ。うなぎのです。おいしそう。うまそう。絶対お酒に合うじゃん。うわニンニクのめっちゃいいガーリックの香り、やっぱ。はい、うまそう。いただきましょう。
ありがとうございます。うわ、これも美味しそう。美味しそう。ニラ玉もうまそう。うわ、すごっ。いただきます。なんか一個ずつめっちゃでかいよね。これすごいね。豚肉にニンニク、ピリ辛、うわ、うわ、ガーリックだけじゃないわ、生姜も入ってるわ。すごい香りで。いただきます。あ、本当だ。あのトッピングの量が半端ないね。うまっ。上に乗ってるタレがめっちゃパンチある。 あれだよ、私はご飯が欲しい、これ、うん、めっちゃビールに合うよ、こんな。あ、おいしい。じゃあこれも食べてみる。うまっ。卵たっぷりだね、うん、これ。めちゃくちゃ味濃いね。無視無視じゃなくて、これに集中。なんかニラが多いなと思ったら卵が多い。他の県から来た人からしたらめっちゃ味濃くて嫌いかもしれないけど、名古屋人にとってはベストです。うん、これはさっぱり。ニラ玉。ニラ玉ってさっぱりだからバランスがいいかも。うわ。うん。本当だ。ベトコンラーメン一つと、生中一つください。やめろ、俺。俺のだよこれ。全部あげる。どうぞ。全部あげる。ニラの美味しいところを最後食べようと思ったら社長に取られたよ。ん？いや、これ本当に美味しいよ。ね。お腹いっぱいになってきたね。そう。あとベトコンラーメンとチャーハン。ちなみに今ベトコンラーメンの由来を調べましたよ。お、えらい。教えて。新京ってこのお店ね。新京とベトコンラーメンの発祥と由来は、初代店主が1932年に満州国の新京市で生まれたことに遡ります。だから中国の地名だね、新京っていうのは。でこのお店の名前、ベトコンラーメンの由来、ベトコンラーメンとはベストコンディションラーメンの略です。ベトコンラーメンを食べて元気に笑顔になっていただきたくて、店主が考案した、来ました喋ってる間に、店主が考案したスタミナバッチリのラーメンです。これはスタミナバッチリだよ、見てこれ。ニンニク、ニラ、もやし、どっさり、一味で辛さをプラスして味にアクセント。やっぱめっちゃ、うわ、匂いすごっ。匂いがすごい。これはお腹いっぱいになるし、パンチがありそうだ ね。食べてみましょう。食べましょう、食べましょう。うまそう。ベトコンラーメン食べるよ。ベストコンディションラーメン。見てこれ、ね、ニンニク丸ごと1個。え、これニンニク？俺ジャガイモだと思った。2個3個これはスタミナがつきますよ、社長。お腹が壊しますよ、タカ。明日から仕事が頑張れますよ、社長。はい、じゃあ麺を、麺から食べる。うん、うん、食感がいい、この麺。太すぎない、細すぎない、ちょっとピリッとする。スープ、ニンニク、パンチがありますね。うん、あと本当にちょっとピリッとするから美味しいよ。辛すぎない。具沢山がいいね。お腹いっぱいになるもんね、うん、これで。うん、まだシャキシャキしてるし、もう本当にその何、焼き具合ちょうどいい。ベストコンディションです。うまく言いましたね、社長。親父ギャグの次はうまいコメント残してきますね。これも食べたいですけど。めっちゃいい匂いするよ。あのニンニクを焼いたさ、ちょっと焦がしたから香りがめちゃくちゃいい匂いする。
本当に美味しいけど、ハーフサイズがあったら、だから2人で1人前とかでちょうどいいんじゃない。めちゃめちゃ美味しいよ、本当に本当に本当に。あの、味仙の台湾ラーメンより好きだよ。ああ、味仙も行ったね。あの、ピリ辛な台湾ラーメン、辛かったです。これは本当にピリッとするけど、いい感じに、うん、うん、ね、うまい。ベストコンディション。ちょっとピリ辛だね。そうそう、でも辛いの苦手な俺たちでも食べれる、ちょっとピリ辛って感じ。あ、もやしがいいアクセントになってるから、食感の麺もちもち、もやしシャキシャキで、豚肉ニラで、ニンニクの香りがめっちゃする。明日大事な会議とかがある人は食べない方がいいかもしれない。ニンニク臭くなっちゃうと思う。でもこのニンニクが多分全ての味をまとめてて、めちゃくちゃ美味しい。うまっ。これニンニクの塊も食べた感じやん。こう、これ食べないのかな、怖いよ。チャレンジしますよ。ホクホク、なんかじゃがいもみたいにホクホクそうだね。全然そんな、なんか、ああ、ホクホクとトロトロの中間って感じ。そうそうそう。なんでそんなに箸持ってるの私。めっちゃ食いしん坊じゃん。俺の箸まで取り上げて自分しか食べないっていうこの姿勢が食い意地張ってるよ。すごいよ、食いしん坊だよ。多分これはタカだと思う。うん、もうね、名古屋にあるお店っていう感じ。全部味が濃い。全部味が濃い。まあこれが名古屋人が大好きだからね。視聴者の方ありがとうございます。教えていただいて。どんどんコメント欄でおすすめのお店を教えてください。うん、なんかこれハマりそうだね。あの、他の席の人とか見ると、ベトコンラーメンだけを食べに来てる人もいっぱいいるね。ね。うん。でもこれ一杯食べたら、うん、しかもこのベトコンラーメン大盛りもあるから。無理だよこれ。普通に仕事帰りにベトコンラーメンだけ食って帰るとかも全然あり。ビール一杯飲んで。ただ次の日のあのこう周りに座らなきゃいけない仕事の人嫌いになるよ。大変だと思う。めっちゃニンニク臭くなると思う。食べたね。うん。最後のもやしもめちゃくちゃうまい。ね、ずっとシャキシャキでしょ。うん、美味しい。あとちょいピリ辛なのがいいね。あ、じゃそれぐらいで。え、行くの、うん、じゃあ今日は夜寝るときは別の部屋でお願いします。もやもやめっちゃ臭いと思うよ、俺ら二人。明日、今日、夜からもやもやはぁ、はい、うまかった、ごちそうさまでした。食べました、食べました。お腹いっぱいでございます。あれ、あのすごいね。もうやばいよ、私たちは絶対に臭いよ。電車で帰るけど、もうみんな違う席に行く。その車両がニンニク臭くなってしまいますよ。私たちはこの動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。